はい、おはようございます。栃木の竹志農場です。今日はね、5月の3日月曜日です。田んぼへ来てます。で、去年ね、の秋にまきましたレンゲソウがね、ご覧のようにもう満開、厳密に言うとね、もう満開過ぎちゃいました。で、5月5日、ゴールデンウィーク終わりますんでね、6日の日に、ここ草を、レンゲソウをね、ナイフモアで、刈りたいと思います。で、その時に、あぜとね、田んぼの境がちょっと今分かりにくくなっているので、この境の部分をね、1回だけ一回り、額縁に、草刈り機で、手刈りで刈っていきます。この中はね、機械で刈っちゃうんですけど、この際だけはね、どうしても草が生えてしまうと分かりにくくなってしまうので、今草刈り機を持ってきて額縁に草を刈っていきます。そういう作業です。よいしょ。ちょっと今ね、手持ちで、ビデオ撮ってるんで、三脚に固定したいと思います。よいしょ。はい、で、草刈り機はね、ホンダのフォーサイクルです。この間ね、整備しまして、使えるようになりましたので、それで草を刈りたいと思います。よいしょ。はい、じゃあね、エンジンかけて行ってきます。よいしょ。月曜日なんですけどね、ゴールデンウィークで、休みになってるんでね、今日は憲法記念日かな、今日は憲法記念日でね、休みなんで、交通量は少ないですね。あと、学生なんかもね、中学生がとか高校生がね、自転車で通るんですが、そういう姿も今日は見かけないです。あれ？あ、あったあったあった。ああ、焦った。今ね、肩紐忘れたかなと思って、あれ、いつものとこないと思ったらね、ちゃんと持ってきました。よかった、一瞬焦った。 結構やるんだよね。燃料は忘れないんだけど、このね、紐を忘れてっちゃうとね、ちょっと仕事にならないんで、よいしょと。よいしょ。まずバンドをつけまして、よかったよかった。ここまで来てね、何にも仕事しないでまた家帰るのもね、ちょっとショックでかいんで、よいしょと。はい、じゃあバンドつけましたのでエンジンかけます。いつものようにね、メインスイッチをまずオンにして、結構ね、これは忘れちゃうんだよね。丸山はね、こういうメインスイッチ、ただ切るスイッチがついてるだけでオフにするだけなんですけど、ホンダの場合はオンオフ両方やらなくちゃいけないんで、結構これ忘れて、あれ、エンジンかかんねえって結構やっちゃうんだよね。はい、メインスイッチをオンにして、チョークを引きます。あとスターターを引けばエンジンかかります。はい、エンジンかかりました。そうだ、保護メガネ忘れちゃった。保護メガネを忘れてしまいました。はい、じゃあね、今年シーズン初めての草刈りになります。保護メガネ忘れてきちゃいました。しょうがない、やっちゃおう。 会社の仕事でやるときはね、これまずいんですけどね。はい、一応自宅の仕事なんでこのままやっちゃいます。
かり機で日課を借りるんですね。こんな感じでね、ぐるーっとここを一周します。で、このちょっと入った、まあ1メーターくらいかかったかな。これより内側はナイフモアっていうね、機械で、刈ります。今年はね、一応オペレーター、嫁を予定してるんで、嫁にトラクターを乗らして、自分は撮影に回るということで、一応5月5日、5月6日かな、6日、何曜日だろう、金曜日か、金曜日、今週の金曜日にナイフモアで、レンゲソはね、全部すき込むという予定で動いておりますと。あとはね、同じ作業なんで、ここを額縁でね、ぐるっと一周するだけなので、動画の方はここで一旦止めます。